皆さんこんにちは。こんにちは。1ヶ月ぶりの再会ですね。またこうしてお会いできて嬉しいです。さて、桜の森ドリーマーズの発売もいよいよ1ヶ月後に迫りました。そろそろマスターアップという頃だけど、どうなのかな。大丈夫じゃないですか。多分ムーンストーンは延期はしたことないということだし。電話して聞いてみましょうか。ちょっと電話はやめなさいな。マスターアップしたらちゃんとホームページで告知するわよね。それを待ちましょう。あるいはもうしているかもしれません。よかったらホームページをご確認ください。前回のカウントダウンでは大まかな作風を紹介したから、今回は何にしましょうか。作風といえば体験版をやってもらうのが手っ取り早いかも。そうね。もう出ているわよね、さすがに。そうだ、今日は自己紹介にしましょうか。まだだったものね。では改めて初めまして、私は静宮まほろです。夢と現実とをつなぐ力があって、それでクレハちゃんたちに協力しています。私はキリとクレハ、一応は桜の森ドリーマーズのリーダーといったところ。私はエリサカ美冬です。しばらくは桜の森ドリーマーズから遠ざかっていたけど、そのうち復帰するかもしれません。こんな能力を持っています。私は吹き溜み初音です。特別な能力は何もなくて、兄さんやみんなに協力できないのが歯がゆいです。私は秋津まどかです。シンジの彼女なの。あれなんかみんなの目が冷たい。なるほどね。それはそうか、女の子だもの、戦うばっかりじゃない、恋もする。そういうのも桜の森ドリーマーズでは描かれるんだろうね。ということで、桜の森ドリーマーズは5月27日発売予定です。次は2週間後に会おう。じゃ、バイバイ。桜の森ドリーマーズは5月27日発売です。よろしくお願いします。